マンチェスターは、イングランドの北西部、グレーターマンチェスターに位置するシティ。1853年にシティステータスが与えられた、北部イングランドを代表する都市である。2018年の時点で、マンチェスターの人口は約55万人で、イギリスで6番目の都市であった。2011年の近郊を含む、都市圏人口は224万人で、同国第3位であった。 マンチェスターという名の由来は、古代ローマの領土だった時代のラテン語名、マムキアムと、古英語のケステルを合わせたものである。雨が降ることが多い場所であり、それが、マンチェスターの歴史を生んだ。すなわち、雨の日には、人々は、屋内で活動することになるので、ギターなどの楽器の演奏をしたり、自分自身のうちに向かい試作や瞑想を重ねることになり、 文化が育まれた。マンチェスターは、綿工業などが発展し、産業革命において、中心的役割を果たしたことで知られている。20世紀になって、綿工業などが衰退し、19世紀に、イギリス経済や世界経済で占めていたほどの地位からは、外れているが、今日では、商業、高等教育、メディア、芸術、 大衆文化などの北部の中心地であり、第一次世界大戦後は、バーミンガムが、イギリス第二の都市とされていたが、第二次世界大戦後に、グレーターマンチェスターに再編されてからは、バーミンガムと人口では、きっ抗、経済的には、バーミンガムを追い抜き現在ではイギリス第二の都市と、いえば、マンチェスターを指すことが多い。2007年のイギリスの世論調査によると、マンチェスターは、 バーミンガムをしのぎ、イギリス第二の都市として評価された。マンチェスターと新市街地は、19世紀の産業革命期に町が繁栄した際に建設された織物工場や運河のネットワークが残っており、イギリスはこれをユネスコの世界遺産委員会に提出した世界遺産候補の暫定リストに掲載していたが、 都市再開発を優先するためリストからの取り下げ削除を申請し受理された。なお、産業遺産都市としてのマンチェスターとは別に、マンチェスター大学が所有するジョドレルバンク天文台が2019年に世界遺産に登録されている。マンチェスターは都市州グレーターマンチェスターの一部を占める都市区であるが、市の地位を持っている。一世紀。 古代ローマ帝国によってマンクニウムと呼ばれる前哨地が一体に築かれ、その取り出がマンチェスターの起源である。中世的な町が形成されたのはおそらく10世紀のことで貴族の荘園が経済の基盤となっていた。14世紀にはオランダの織物職人の移民によって毛織物の生産が行われるようになり、定期的にマーケットが開かれる商業都市に発展した。 マンチェスターが劇的に変化したのは18世紀後半である。1785年に防石機に蒸気機関が導入されることによって大量生産が可能となり、世界で初めて産業革命が起こった。町の人口は爆発的に増加し、経済は急成長を遂げた。1830年、リバプールとの間に世界で最初の鉄道が開通し、 マンチェスターで生産された綿織物がリバプール経由で世界中に輸出された。1819年8月にはセントピーター広場で穀物法の撤廃と議会改革を求める人々が首都局に殺害されたピータールーの虐殺の舞台となった。コブデン・ブライトラが反穀物法同盟を組織した。 国物法は1846年に撤廃へと追い込まれた。1894年にはマンチェスター運河の完成によってマージー川下半にあるイーストハムとも結ばれ外洋高校船が出入りできるようになった。一方で産業革命の進展はスラムや郊害などの深刻な都市問題を引き起こした。ドイツのフリードリヒ・ヒエンゲルスが イギリスにおける労働者階級の状態を表したのも、この町に2年ほど滞留した経験に基づいたもので、ある。第二次世界大戦の際には、各地の工場が、軍用製品の生産に切り替えられた。マンチェスターもドイツによる、激しい空襲を受けた。最も大規模であったのは、1940年12月に22日から24日に、 かけて行われた2回にわたる夜間空襲で376人の死者を出し3万の家屋が破壊された。これらの空襲でマンチェスター大聖堂は大きな損害を被り復旧に20年を要した。戦後に復興を果たしたが主力産業が衰退したため最盛期と比較して人口は半分強ほどになっている。代わってメディアや 研究施設、金融機関などが集中し町は徐々に勢いを取り戻しつつある。約44万人の総人口のうちおよそ9%がインド人をはじめとする東南アジア人で5%が黒人、1.5%が中国人である。バーミンガムと並んでイギリスの地方都市としては有色人種の割合が比較的高い。アーウェル川、メドロック川、 アーク側の合流点に位置する工業都市である。産業革命以降、面織物工業の中心都市として発展した。近隣の都市としては、約50キロ西のリバプール、約60キロ北東のリーズ、約55キロ東のシェフィールドなどが挙げられる。なお、英国第二の規模の国際空港である、マンチェスター空港は、同のびならず上記の都市へのアクセスにも広く、 使われている。地域は東西約 9km、南北 19km で、面積は115.65平方 km あり、大半が過重地、主街地となっている。南部は学生街、公園地帯として発展し、中心部はオフィス街や商業地、移民による居住地などが展開されている。マンチェスターの人口の約1.5%は、 中国系住民であり、市中心部には、イギリス有数の規模のチャイナタウンがある。マンチェスターの井戸はおよそ北緯53度で、カラフトよりもさらに北である。さらに内陸部に位置していることもあって、冬季は、気温差が、やや大きく冷え込みも厳しい。しかし、イギリスアイルランド周辺を流れる、メキシコ湾流の影響で、基本的には温暖であり、 一年を通じて平均的な降水量がある。南から望むマンチェスターシティセンター、マンチェスターの中心業務地区及びグレーターマンチェスター。マンチェスターは産業革命の進展とともに急成長し、1851年には30万人以上の人口を要していた。さらにその後も順調に発展を続け1930年代には、 地域人口がおよそ75万人に到達し、ロンドン・リバプール・バーミンガムに次ぐ大都市として英国経済を支えた。しかしその後イギリスは英国病と呼ばれる長期不況に突入。マンチェスターは主力の繊維産業や日用品製造などの聖光業が衰退し、人口は急激に減少していった。 それと共に中心部には放置された空き工場や無人住居、空き地、倉庫などが目立つようになっていく。1980年代、地方自治推進政策や産業構造転換により害は徐々に息を吹き返し、金融機関や新聞社、テレビ局などのメディア企業、学術機関、研究所などが立地するようになり人口は2000年前後にようやく下げ止まり、 増加に転じた。現在では、地域内人口こそ、全国第6位であるものの、国全体の都市の位置づけとしてはバーミンガムなどと、並んで2位、3位あたりを争うと言われている。地域人口は2018年現在54万7627人で、徐々に回復している。移民の流入が多く、中でも、市中心部を中心として、インド人や中国人、 黒人の増加が目立っている。非白人の全住民に占める割合は20%近くに、達し、ロンドンやバーミンガム、リーズなどと並んで、多民族都市の色彩が濃い。なお、市の年齢構成は2007年時点で0から14歳が17.0%、15から24歳が20.7%、25から64歳が51.0%。 65歳以上が11.2%となっている。大学が多いことなどもあり、若年人口が多いことが特徴である。マンチェスターシティセンターにある、ディーンゲートスクエア近年新都心として、ディーンゲートスクエアが都市開発され、オフィス機能の集積が進められている。インデックスオブマルティプルデプリベーション2004によれば、マンチェスター市の一世帯あたり、 平均年収は16,500ポンドで、英国平均21,300ポンドより2割余り、少ない。なお都市験全体では19,400ポンドとなり、死単体よりもやや多くなる。生活保護を受けている世帯は割合にして、英国平均の約2倍に上り、全体には、中、低所得者が多い。メトロリンクハレ還元楽団を呼び、 BBC フィルハーモニックが本拠をマンチェスターに置き、1996年以降は音楽ホールとして新たに建設されたブリッジウォーターホールを中心に活動している。それ以前は19世紀の産業革命絶頂期に建てられたフリートレードホールがマンチェスターの主要なコンサート会場であった。フリートレードホールはクラシック以外にも ロックなどのコンサートの舞台となってきた。マンチェスターは1960年代以来、ポップスロックテクノなどの分野の著名なミュージシャンやバンドを多く輩出している。英国を代表するロックバンドのニューオーダーや808ステート、ザ・スミス、ハッピー・マンデーズ、ザ・ストーン・ローゼズ、オアシスが結成された地である。特に1980年代後半には、 ファクトリーレコードを中心に、マッドチェスターというジャンルが生み出された。私立美術館、ラファエル全般の作品を数多く揃えていることで、知られる。マンチェスター私立美術館をはじめとして、多くの美術館、ギャラリーがある。マンチェスターが舞台となっている映画がいくつかある。大学風俗博物館としては、世界でも有数の規模を誇るマンチェスター大学。 付属マンチェスター博物館や工業都市として発展した歴史から大規模な科学技術博物館を要する。その他帝国戦争博物館の文館やマンチェスターユダヤ博物館、国立サッカー博物館などが有名。マンチェスターユナイテッド FC のホーム、オールド・トラフォード・マンチェスター・シティ FC とマンチェスターユナイテッド FC という2大サッカークラブを要する。 またランカシャーカウンティークリケットクラブもあり、2002年、コモンウェルスゲームズの開催都市となった。主な屋内競技施設としては、マンチェスターアリーナ、マンチェスターベロドロームやマンチェスター水泳センターなどがある。8が街のシンボルになっている。知恵を持ち寄り、協力し合う、といったような意味が込められている、という。街の中の公共物などに、 蜂のシンボルマークが多用されている。政府観光ありがとうございます。